10円引きは嬉しいよね。あのおにぎり10円引きとかね、ありますけど、いやこれはすごいお得感満載。そうですね、はい、はい、来週の火曜日までです。はい、さあ時刻は12時34分になりました。はい、先ほどのノートレの感想が届いております。はい、野口さん船橋市、はい、ノートレでセリーグの6球団の名前というのがありましたが、はい、私の妻もアッコさんと同じように、はい、パリーグとこんがらがってるようで、はい、まあ女性にとっては野球に興味のない女性にとっては、はい、まあ、セリーグパリーグは、まあ、どうでもいいことかもしれませんね。いやだから私いつも言うんですけど、男って最低野球は知ってますよね。そうですね、意外に男の方がスポーツ詳しいですよ。私の周りはまあなんて言うんですかね、今の現場のマネージャーの上司も、はい、現場のマネージャーがまずあの野球やってましたし、で上司も剣道をやってて役員ですけど、サッカーもちょっとやってたり、男はなんか大体スポーツは割と詳しいんじゃないですか。思いますね。私この間あのお相撲でね、白鵬がその優勝戦でなんかの技でなんか1秒ちょっとで終わったとかって、なんか千秋楽アルマ富士でね、そうあったけど、でなんかこう取り組み表みたいな、誰がこう勝ち越したの全然読めないの多かったもんね。あのしこ名ですね。そう、はいはい、全く読めない。あれはどんなもんだろう、難しいところですね。それに対してなんか白鵬がなんか言われて、あんな横綱相撲じゃないとかっつってヤギが飛ん で白鵬が泣いたっていうことに関して朝青龍が文句言ってるのはよく分かったのそこの朝青龍ってまだ文句言えるんだ。そうなんですよね、ええ、もう正確には元朝青龍で、本名なんとかなんとかなんとかドルジン、なんか全然ね、お金持ちなんだよね。結構なんですよね。横綱になっちゃったから怖いもん知らずなんだよね。そうらしいですね。うん、だからそういうなんか起こった出来事の人の気持ちの動きはよく理解できますよね。うん、できるけど、スポーツの内容がわからない。でも墨田区のマッツンさんはですね、はい、アコさんが近鉄と答えて、はい、ガッキーが今はありませんと答えましたよね。はい、それを車の中で一緒に聞いていた10歳の息子は、はい、近鉄っていう球団があったのと不思議そうにしていました。へー、ですから10歳はもうそれすら知らない世代なんですね。でも10歳でも近鉄っていう球団っていうんだ。まあ、球団って答えられるってことはやっぱり野球、10歳でもね、うん、そうですよね。はい、全く分かんないですね私。で、脳トレの問題なんですけど、はい、え、またやるの？はい、もう届いてる。あ、嬉しい、本当ですか。これ多分こんなにやれるの嬉しい。先ほどのアッコさんの、はい、大谷選手の名前がなかなか出てこなかったことで、はい、分からない。野球ではないんですが、あ、誰ですか。世田谷区のマーさんが流行したフレーズを言いますので、はい、それを流行らせた芸能人の名前を思い出してください。あ、それはできんじゃないですか。誰ですかね。分かんないけど、はい、はい、パッピー。それは小島よしお。はい、はい、ワイルドだろう。スギちゃん。ズギャザーしようぜ。喋る人、次はだしようぜ。この人ね、元々の名前もよく間違えるんですよ。レッツ大久保じゃなくて、レッツ大久保違います。なんかね、ルー大芝。出ました。はい、レッツ大久保って呼んでたんですよ。いや、正確に言えばヘイ大久保。ヘイ大久保。いや、正確も何もないんですけど。間違ってるんですよ。ルー大芝さん。ルー大芝さん。はい。もうやっぱりルー大島さんはアコさんの中でなかなかこう来たれてこない。顔は出てくるんですけどね。はい、はい、そうなんですね。何それ、それで終わりですか。これ、はい、ちょっと失礼失礼。いや、まだまだありますよ。はい、まだありますノートレ。はい、これはひろゆきさんですね。はい、先ほど日本語の問題でデカッキーが突っ込まれてましたが、はい、英語のノートレを、うわ、失礼します。英語も難しいですよ。英語というかアルファベット、次のアルファベットは何を意味しているでしょうかというものです。で、これもメモして考えてください。はい、じゃあ順番にいきます。次のアルファベットは何を意味するでしょうか。はい、N。 何を意味するって、例えばノースとかそういう意味。そうですね、一応並びでざっと言いますんで、はい、この全体を見て何を意味しているのかということを当てるという。今質問の意味がよく分かんないんですけど、はい、じゃあとりあえず今まず言いますね。はい、ごめんなさい、書き出してみてください。ラジオを聞きの方、マコさんも。N、はい、G、G、G、ABC、G、EFG の G です。はい、G、全部あるわけですね。はい、次、K、K、
つあるんですが、はい、それぞれは地名ではないです。でも何かをそれぞれが表しています。へえ。日常生活の中で、はい、このことを考えない日は基本的にないです。え、誰もが必ず